はい、ドーン。さあ、やっていこうか。戻ったよ。いや、ブルーコース、おかえりなさい。ずいぶん淡白ですね。ということで、前回お会い、お話を聞くことがなかった、ちょっとですね、今日、ちょっと強烈なキャラクターがいくつかいるんでね、その人たちに声をかけていこうと思います。はい、じゃあまずはこのアブラカタブラカタブトリさんからいこうかな。あの、その本何してるの？心配すんな、これは俺の本だ。俺が書いた、出世しようと思ってな、本棚から引っ張り出してきた。何らかにいくつか線を、いや、ほぼ全てに線を引いて、全部じゃん、全部構成し直しじゃん。あいつってどいつ？作者、自分じゃねえか。作者が同じことを書けばみんな結局そっちを好きになる。あいつのより前に出版された本なんて誰も覚えちゃいない。別に憎んでるわけじゃねえよ。みんながあいつの本に熱狂する理由わかる。あの男は素晴らしさ。意味がわからねえ。半分修正。まあ別にいいんですけどね。まあいいや。日本語で OK です。さて、続いてトイストーリーと喋っていきましょう。作者ってかっこいいよな。世界中を空飛ぶ機械で旅してるらしいぜ。デロリアンかな。ってことは、犯人はマーティー・オア・ドッグ。わあ、もしかしてあれかな。あの、7人乗りじゃないや、8人乗りデロリアンが開発されたから、古いデロリアンをパクって逃げてるビフかもしれないですね。まあそれはいいや。あ、そうそう、なんていうんですかね、挨拶のハイドーンってあるじゃないですか。あれをですね、友達が読まねえや。ちょっと待ってください。話後で言いますね。原則として蛍光体が光を完全に失うと太陽にさらさない限り再び光らせることはできない。蛍光体が陰っているだけでもあれば、あ、だだ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 、あとは読んでください。あー、もうこういうのめんどくさいよ。縦に読むのは好きなんですけど、横に読むのは無理やし。生きた蛍光エビを用いることも可能。もうお尻をもぞもぞしないでください。気持ちのいい、あ、やべ、性癖がバレる。3種類の一般的な蛍光体のうち、この、緑色蛍光体が最も高いエネルギーを持つ。一般蛍光体のうち最も珍しいものでもあり、有機体でしか見つからない。基地の供給源には蛍光銃の樹液、ホタル、そして様々な苔がある。この蛍光体は峡谷の地面に、偏在する苔に含まれているものの微小な量しかなく、濃縮することはほぼ不可能だ。緑色蛍光体は産業利用に理想的である。しかしその希少性と過去の乱獲により現在は確実な供給源がない。幸い峡谷の住民が生きていく分にはまだ十分な量がある。赤色蛍光体、避難所。一般蛍光体のうち、赤色蛍光体が持つ、最も低いエネルギーを持つ。なんていうのかわからないんだな。これ、サビっていう字なんだろうけどね。でも、飲み損ですし、溶液状態でしか発光しない。町の水路に豊富にある赤色蛍光体は、電流で濃縮し誘導することができる。これを用いて人工的に高高度と高エネルギー状態を作り出すことが可能である。重要な注意点は、この下方は溶液中の蛍光体は比較的早く凝結するということだ。蛍光体が再結晶すると永久に発光能力を失う。下方は赤色蛍光体を動力源として使用する場合は、頻繁に交換するための適切な機器までは設備を備えることだ。はい、で、作者が新しく、で、何の話かというと、はい、ドーンにですね、結構皆さんじゃねえ、その友達からですね、ビビって、初っ端から心臓止まるから、もうちょっと静かな挨拶にしてくれって言われたんですけどね、皆さんもやっぱりドーンって言われると、あれなんですかね、やっぱりビビるということなので、まぁ、ちょっと挨拶をなんか変えようかなと思うんですよね。なんかいい挨拶があったら、ぜひぜひですね、教えていただけるといいんですけど、まぁ、いや、全然頭に入ってこねえや。頭に入ってこないし、奥にいるやつに気が気に、ああ、話した。読むのがすごく早いね。だってほとんど絵だもん。そうなの？うん、作者は本だけじゃなくて絵も描くんだ。絵だけの本も作ったりするんだよ。すごいね。わかった。正体。キングコング西野さんです。どっかのサックみたいなノリやっちゃいましたけど。で、救世主、ようこそ。ああ、まだ右上になんかいる。初めて間違えた。大きなロボットに言われたんだ。ここはその状況なんだ。その通りです。お、よかった。それでやっと立ち上がってって、大きなロボットはここに出かかってってって、それはジョージって誰、彼女のおつなぎします。ピッポッパ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 ッ、あ、思った以上に早かった。プルルルルルルル、もしもし、あ、長い。2コール以内に出ないとお客さん怒るよ。全然出ねー。
コーヒー飲んだら氷が喉に。全然かかってこねえ。まだ。本当すいません。ないってこと？帰んじゃいます。収蔵庫に。収蔵？もっと熱くなれよ！全然違うね。数字が続くことまで。じゃあ直接呼びに行ってくれない？あの、ねえ、まあ大体ね、僕のこのトーンでずっと喋り続けてたらね、そろそろ隣の家の人とかに、ね、壁ドンされそうな気がする。え、寝てる場所に、ね、この本がどんな結末をどうしても知りたい。うん、作者もページをめくるのは止められない。絶対なんだ。わかる。本当に面白い本って大体そうだったりしますよね。僕もですね、本当に好きな本。それこそあの別の YouTube 動画なんかで、あの、紹介しているですね、やつなんかだったら、あの、本当にもう、されてる。そうそう、別 の、 あの紹介動画でもね、お話をしたんですけど、セミシグレっていう本がね、もうね、もう永遠にずーっと読み続けてましたね。うん、浪人中に読み始めたんでね、勉強しろってね、その時の通ってたね、予備校の塾長にはね、怒られたんですけどね。まあいいや。ということで、通れないってことは、誰かから誰かをぶん殴って、あれだよね。なるほど。オッケー。もう繋いでもあれだからね。ってことは、誰かをぶん殴って、図書カードパクって、で、上に入っていったらいいから、とりあえず片っ端からいろんな人に声をかけまくればいいということですね。ということで、おい、いいカード持ってんじゃねえか。ちょっとよこしなよ。おい、いいカード持ってんだ。ちょっとよこしなよ。さっきの透かしたやつとかに話しかけてみる？こいつ。おい、お前、いいカード持ってんじゃねえ。おい、お前、全然カード誰も持ってないじゃん。今日は暇な方ですから。へえ、あ、もしかしてこれあれかな？どっかに、差し挟まれてるとか、コーヒーこう見てて、ないね。おい、うん、はしごはまだ怖いや。ないね。ドームに家や、落下にご注意ください。落下にご注意くださいで、落下してこない。そっか、なんかこう適当に調べてたら、こうなんか見つかるのかなと思ってたんですけどね。ないか。しおりの代わりに挟まれてたカードみたいなね。僕もあります。使わなくなったね、ドラゴンボールカードとかね、なんかそこら辺、そういう落下系をね、なんかこう、あ、しおりがねっつってね、あ、ここにドラゴンボールなんじゃなと思ってね、差し挟むってことがね、あったりしたんですよね。あ、ミーも絵本が好き。ちょっと待って、なんか光っている本があるぞ。ほい、これか。太陽消滅後の世界におけられている出現。またかよ。読みます。透明な外皮の形状から特定の地域では海ホタルとしても知られる水生無脊椎動物、不毛の地を取り囲む海に最も豊富に生息する生命体であるが、蛍光海、一般的なホタル、鮮やかに光る夜行性の昆虫、時々広告の住人が大量に捕獲して瓶に入れて生きたランプと飼養する。今では一般的になった蛍光海を使ったランプ製作の習慣もここから生まれた。ああ、終わりですか。あれ？じゃあ、図書カード持ってる子は、じゃあここにはいない、日本語で OK、 図書館の中にはいないから、ちょっと周りを、そういうことですね。ってことは、図書館では手に入れることができないと思うので、一旦じゃあ、周辺を散策しに出ていきます。お前持ってない？で、彼女とはお話ししたけど、即死なら痛みで苦しむ。わー、素敵なことをおっしゃる。まあいいや。ということなので、いきなりね、図書館に来ちゃったからね。まあなんかこう、ちょっと、ストレートに来た感じもするので、周りも散策してませんでしたから、なんか周りあったりするんですかね。いろいろ見て回ろうと思うんですけど、内側からロックされている。あー、なるほど。バイオハザードもありますよね、そういうのがね。で、戻っていって、でこの赤い血はどう見てもやっぱりサイレンに出てくるあれだよね。それを通ったの、あ、これ、違う、あ、これ、愉快、違う、かすかな鳴き声。わかった、そっか、怖いね、あ、お邪魔します。なんか
独特なやつ多すぎない？なんかもう頭が双眼鏡のトイストーリーもいたりさ、こいつに限ってはもう頭で2も買ってんじゃん。マジかよ。ピクサーに呪われてる。いや、お魚がいっぱいで、あ、この子たちのことが心配だよ。そうなの？四角系粒子とやらが主要パイプラインを破壊したってことを聞いた。水がまだ流れるうちは使ってよくていいな。ほう、水不足はやだな。以上？じゃあ何？なんか、アイテム今なんか持ってたっけ？これか。これだ、これだ。ほいほいほい。なんかこれ使えない。あ、無理か。無理ですね。ちょ、奇妙な日記ってさ、これ何だったっけ？この字で。あー、なんかよくわかんない。これと、違う。これとこれ、あ、無理か。はい、諦めます。じゃあ次行きましょう。じゃあ続いて左行きまして、これ上に流されていくと、なんか。おお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 、なになになに、ちょっとこっちみんな、こっちみんな。ああ、目の前が真っ暗になって。それで何かが見えたような、すごく短い夢みたいな。何だったんだろう。いや、多分ね、今のね、あの、お前が正体を表した時の、本当の姿だと思うんだよね。うわー、ホームレスとかゾンビとか、もうなんかいろんなワンサが出てきそう。怖え、色あせたチラシだ。読めよ。なんだよ、色あせたチラシって。あはーん。あ、同じ感性だった。これなんか飽きそうだよね。ガラガラガラって開けて、最終的にあのゾンビが後ろから迫ってくるから、あの、あそこ開けて逃げれるみたいなことだったりするんですよね。変にあったかいざます。にゃー、ニコがいっぱいいるじゃん。なんか飲んでる。あら、猫ちゃん、迷子なの？ミーのこと一緒にどう？一緒にて猫のこと？猫じゃないっす。四歩続く。幼稚空港やりきりでいいし、よく見ろよ。ミーの普通の人と一緒だよ。ミーの世界だとそうなんだ。あなたの帽子、猫のような形してる。めっちゃ猫にしてくれや。それでもあなたを歓迎する。私は迷子の人間も守る。ありがとう。だけどミーは猫じゃないよ。ブルーホースがあんな。ブルーホースって誰ってならないんだ。そうって。まあいいや。おー、いい役割だね。はあ、いや、よかった。これで何、これ、もう一回やったら寝ちゃう的な感じ。え、ああ、よかった。なんだか悲しい。ロボットは大丈夫なの？私たちは人間と違って通常は孤独を感じない。そうだね。これまでいろんなロボットに決まった方法から話し方がロボットっぽくないね。そうかもね。人間はあまりこのロジを使わないけど少しはいる。そのうちの一人はここに住んでいる。そうなんだ。その誰かって何人かな。ずっとここに、ずっと大丈夫、ありがとう。で、こっちの上に行って、わあ、さっきのマジでビビったわー、ゾクッとしたよねー。なんか行く方向が多すぎない？なんか、あー、でまた、あー、ロボットちゃんがなんかされてる。近づいてはいけません。ウィー、ウィー、ウィー、ウィー。ね、ここ、あ、ちょ、もういい、もういい、もういい。こういうね、挑発行為をしてね、またね、ゾクッてなってね、ちょっと待って。私を探しているならごめんなさい。今からエーフィーになろうとしているの。あなたと話すことはできない。今はまだあの、あ、分かった。お前の正体モロだ。でも約束をしないか。え、もし戻ってこられる方法を見つけたらお前に3を救えるか。どうやって戻るというのだねって感じかな。すいません、なんか、はい、本当にすいません。いきなりお前どうしたそのテンションっていうね。いや、あの宮崎駿のね、やっぱりもののけ姫はね、あ、宮崎駿さんのもののけ姫やっぱすごいっすよ。あれ、アフレコの映像とか見てたらさ、もう本当にあの宮さんの迫力、もう思わずさ、もうあの宮崎駿さん笑ってんじゃん。びっくりして、待って、俺、本当これ全部持ってくる。え、持たせた。あれ、とっても軽いよ。え、ベッドだ。
ガラス、空のガラスの瓶に大きな本だ。ロボットを理解するにはだって。これは読まないのね。オッケー。ちょっとなんか手に入れた。め、え、なんか、え、は、ひ、く、え、ほ。まあいや、なんかどっかで使うの。じゃあ、行きましょう。ということで、ところで皆さんはジブリは何の作品が一番好きですかね。私はもうまさに今、それこそ真似をしたですね。ダントツでもののけ姫ですよね。いや、小籠包はどうだい？産業排水の含有量は可能な限り少なめだよ。保証しよう。やめとく。ですよね。さすがにそれで作られたやつはいけないよ。もう頭がなんかもう独特のやつが多すぎる。そしてこれもう俺お手製だ。あ、そうなんだ。もう引いてんじゃん、普通に。で、どう考えてもさ、カツ、魚のカツっていうよりも、お前どっちかっていうとトースターじゃねえか？チン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 先からなってんじゃん。あ、なんか人いた。写真出てきた。うん、そうか。俺は、ここに立っておこう。え、ちょ、お前、こら、スマホ見てんのか。わらか、人めっちゃおる。ころぶって。やだよ、焦げた砂糖みたいな。うん、まだ揚げキャン、あ、揚げキャンディ揚げキャンディ、え、あ、また。はぁ、いっぱいなの。びっくりすること教えてやろうか。おぉ、じゃあ、はい。よし。でさ、これからやってくる水分、みんなのために薬、このピルを一つ。水に溶かすだけで、そして水を飲む。そうすると、だ、なんと二度と水を飲まな、ほら、無料サンプルの時、あ、ありがとう、感謝いたわいひ、なんかもらったよ、ウォーターピル、おそらく水に入れるのだろう。じゃあこれか、水に入れたらいいの？すぐに溶けたね、これか。ほう、ほう、で、これを魚にあげると。いや、待って、さ、広すぎて。おお、まだあんのか。右側も見てねえしな。とりあえずもうしらみつぶしにやっていくしかないのかも。探索会だから。ああ、そっち行けちゃうの？え、なんかまた、これまたチッチーってなって。私がモロだって現れてそうですね。緊急へのアクセスセキュリティシステムテストに合格しなければならない。セキュ、え、光の色を特定の配列に変更しなければ準備に取り掛かります。え、待って。は？え？これあれじゃないの？テスト失敗して0回になったらゲームオーバーで、もう今までやったこと全てがおじゃになるっていうこと。わかった。私にはチートの人がいるから教えてもらう。あ、また怪しい人がいる。待って、展開がいろいろあって面白いんだけど、マジで広いな。利用可能な状態にするような蛍光体をさらに濃縮する必要が信じがたいことで、早ければ6ヶ月に持ちから光がなくなる。一体どうすればいいというのだ。どうもこうもあなたが何とかするしかないじゃないですか。文字が全くわかんないんかい。あ、これは外に出て、これは外に出てきた感じですかね。了解。じゃあ今度は、右側に行って、ここから侵入できるね。一食ずつ試すのがいいでしょう、管理部。機械がいっぱい入った大きな鉄の箱だ。これにはロボットも入っている。じゃあ待って、一食ずつ試すのがいいでしょう。前回のテスト結果を書き留めるのもいいでしょう、管理部。もう管理部って言葉がでっけらい。ほんと、ほんと管理部嫌い。それでも無理ならパズルがリセットされるのを待ちましょう。次は簡単なものが出されるかもしれませんし。え？毎回。え？どういうことピープー、ここはプリンター室です。機械の部品を作っています。ロボットもです。え、待って。え、これにロボットも入ってる。え、で、それはいいとして、さっきのテストあるじゃないですか。これは何色あんの、まず。青、緑、赤、黄色。ほう。これどっかにヒントとかあるの？でも、とりあえず0だったってことは、正解数は0だったってことは、いずれにせよ、この黄色ではないってことなんでしょう。じゃなかったら辻褄が合わないですよね。で、青。あ、違う、正解一つです。アクセス失敗。うわ、どれか一つは正解だったと。え？でも、その確率論でやってったら多分、もうどえらいことになるんで。ああ、もうバカなことしたわ。もう何してんの？とりあえず下降りよう。うん。で、後ろでクスクス割られてる。とりあえず他にヒントがないのかだけちょっと探しに行って、もうそろそろ20分超えるって久々だな。じゃあとりあえずここの上入って今日は終わりにしましょう。入れるんかい。入れるんか。落
内側からロックかかってますって言われるのかと思ったけど、でまた音楽がちょっとね、チュ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 収まりがいいんで、ここで終わりにしましょうか。なんか、とりあえず、さっきの色のやつは、僕が考えてたのはね、青、緑、赤とかにして、なんか正解やろうと思ったら、なんか、青、黄色って、はぁ、みたいな感じだったんですけどね。まあ、とりあえず20分超えたということなので、まあ、また次回ですね、やっていきたいと思います。ということで、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さよなら、バイチャー、キュー。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。